はい、どうも、あゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それと、どうも、キョンベイソンです。はい、ダーンと、アマルメです。よろしくお願いします。ここに来て、この間と違うぞ。この前はしんなり行ったんだね。そうですね。まあ、引き続きなんですけど、はいはい、雨なんですよ。めっちゃ寒いですよ。もうみんな引き上げてるもんね、他のコートの人に、ね、本当だ。いねえ、誰もいねえもん。いなくなっちゃった。この雨でやられてるみんな。まあ、雨にも負けてて。いや、本当ですよ。今日もやっていきましょう、元気よく。はい、よし。今日もちょっと指導動画になっちゃうんですけど、すいません、本当に。大丈夫です。今日の企画は WA 欲しい。さて、今日の企画はですね、まあ、あの懐を広く持とうっていう、はいはい、まあ、例えば構えて、よく中学生にありがちなのは、真正面に来たボールは打ち返せるけど、ちょっとこうイレギュラーとか、ボールの角度が変わったりとか、ボールが伸びてきたりとか、はいはいはい、ボールに近かった時っていうのに対応できない子が多いんですよ。その時の、まあ、足の入れ方っていうのを今日やっていきたいと思います。これを覚えたら、もうちょっと詰まっても、ちょっと遠くても、バッチシ打てる。僕もそこも難点が、もうほとんど難点なんですけど、そこを覚えたらね、またちょっと克服できるんで、ありがたいです。いや、多分結構変わると思いますよ。本当ですか。じゃあやっていきましょう。ありがとうございます。まあ、懐はね、バイトすればいい話やわ。今の使おう。じゃあまずなんですけど、はい、まあ、ここにご覧になって、打つじゃないですか。これ打てますか。うん、まあ、ここ今で行くと、うん、打てない。はい、オープンだと、まあ、打てる。でも遠いと、オープンのままだと取れない。まあ、そうそうですね、そうですね。ってなった時に、こっちの軸足が重要で、うん、まあ、要は野球とかもこっちで構えて、こっちで軸ですみたいな、うん、で、体重移動して構えない。まあ、なんでもそうだと思うんですけど、要はこっちの軸足だけ決めといて、こっちは決めないと。だから、例えば僕がやってるのは、例えば、まあ、緩い球ですけど、どっちに来るんだろうなって言って、詰まり気味に来たボールはこのままオープンでバーンって。なるほど。ここまでボールが、ここまでですよ。で、こう構えてて、あれ遠いなと思ったらこのまま踏み込んでバーンって、ここ。そう考えた時に、僕の打点は今この場にいるけど、こことここが打てる。はい、この広い打点でどこでも合わせられる。なるほどね。つまりこう構えてて、じゃあこっちちょっと内側に行って、もパンって打って、ちょっとこっちでもそのまま踏み込んでいくし。なるほどなるほど。どっちだろうな、どっちだろうな、こっちパン、どっちだろう、どっちだろうな、踏み込んでパン、どっちだろうな、構えて、ちょっと打ってパンっていう感じで、こっちは先に決めないっていう。すごい広い範囲打てるよね。すごい、すごく広くです、はい、これってすごいことなんですよ。こっからここの打点をその定位置で打てるんですよ。はい、すごいことなんですよ。すごいことっすよ。ちょっとどんどん出てた。はい、ただそのままオープンでバンって。あ、なるほどなるほど。まあ、今こう動いてないんでやりづらいかもしれないですけど、これにフットワークを取ったらさらに幅が行こうか。おお、これはすごい、ここですよ、ここ。ちょっとね、まあ、今フットワーク取ってない状態でやってるんで難しいんですけど、これに動きがさらに加わったら、あ、距離が、例えばこう来た時も、こうこっち来てバーンって行ったり、こっちに踏み込んで腰入れたり、こっち来てもこう、このまま打てる、真正面は真正面で打てる、このまま踏み込んで打てる、幅がすごい量が、こう逆ロスにした球でも、こっちにやってバーンって。なるほどなるほどなるほど。右足でため作ってこっちは自由利かして、なるほどなるほど、はい、どっちに来るんだろうなって言って、詰まったらこのままオープンで踏み込むし、で、あれ遠いなと思ったらこのまま踏み込んでバッて言ってみたいな。あ、今のその詰まった攻撃で、なるほど、これ結構広いです。これ結構広くない？広い、広い。ただもう見てたらすごい広範囲打ててるんですよ。もう一歩しか動いてない。そうですよね。この一歩の差で打点っていうのがすごい広がる。2歩目のこの右足の引いた時の前、そうです、ここがちゃんとバチッと決まってれば、そうです、そうです、左足どれも行けるみたいな。中学生が多いのはもうこっちが先決まっちゃってるから動けない。前のボールも反応できない、詰まるしっていうのが多い。確かにそうですね。おお、いいこと聞いたな。あ、すげえ。守備範囲一気に広がる。守備範囲がマジで広がる。守備範囲っていうか、もう攻撃範囲に。攻撃範囲って。
守備範囲だったら攻撃範囲に変わります。あー、やべえな、これ結構すごいですよ。結構すごいんで、いいこと聞いたもん。全然僕届かないボールばっかりだったんで、まずやっぱ軸足決めて、だからなおかつさらにこれにフットワークが入れば余裕ですよね。先ほどのこのバーって行って、でちょっとまあ微調整はもうここでできるんですけど、はい、今1歩こう行ってましたけど、これさらに動いてなんで、ちょっとずれてもやべ近いなと思ってもこのままこっちでバーンって、うん、そうですね、こっちこのままここに行けるし、やべ遠く来たと思ったらこのまま踏み込んじゃいます。そんなような動画ですけど、まあ、勉強になります。勉強になります。いや本当にわざとらしいよ。本当に本当に素晴らしい、はい、これいいですよ、これ絶対勉強になります。これはねすぐ、はい、あのちゃんと右足ができてる人はすぐ意識すればすぐできる。ただ意外と難しいんで、この右足のこの軸足をきっちり使うのっていうのは、まあ、ちょっとみんなも空いてる時間やってみてください。うっす、全然家でもできますしね。家でもできる、はい、家でもできるという素振りぐらいなら。今日の動画はい、この動画がいいねと思ったらグッドボタンお願いします。この動画が声裏返っちゃったこの動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。はい、次回の動画でまたお会いしましょう。バイノー。懐かしいな。もう一回やってください。データ時代です。もう一回やってください。ポッポイスポッポッポイスポッポッポッポイスポッポッ、バカテンポ、おバカなテンポとおバカなリズムでサタデーナイトにバカするごちゃごちゃポッポイス。はい、行きます。はい、お願いします。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 じゃあ、行きます。